葉山さん。うん。新行寺君はもう願い事決めた？葉山さん、願い事あったりするんですか？え？どうもこういうのってよくわかんないんですよね。だいたいこんなんで願いが叶うのかなって。願い事したりしないんだ、新行寺君。はい。俺、小さい頃に一度だけ願い事書いたことあったんですよ。でも結局全然叶わなくて、まあそれ以来こういった類のことは一切信じないタイプなんですよね。そっか。葉山さん。あ、はい。人里離れた山の中腹に立つ全寮制男子校、指導学院高等学校。ここで僕は運命を大きく変える出会いをした。佐木喜一、通称ギー。彼を思い描くだけで僕の気持ちは落ち着かなくなる。まるで奇跡のような存在。未だに信じられないくらい僕には過ぎた恋人。そしてギーと一緒にいることで惜しみなく心をかけてくれる大切な仲間ができた。新さん、大切な仲間の一人、新行寺兼光。彼もまたこの指導で運命的な出会いをしていた。落とし物は拾わなくていいと。最初に注意を受けただろう。はい。今のすみません、見られてただろうか。バレてる。うっかり答案用紙が目に飛び込んでしまったこと。先生、135番、新行寺君。はい。やっぱりカンニングだと思われた。だとしたら失格だ。体調が良くないならこの時間医務室に行ってきなさい。いや。
大丈夫です。言わないでくれたんだ、あの人俺のこと。俺がこの学校を受けたのは両親の問題があったから。離婚を決めた夫婦なのに二人して一人息子を引き取るというずらず。この全寮制の指導に入ればあの家を出られる、逃げ出すことができる、そう思って。でも指導落ちたらどうなるんだろう。嘘だよ相変わらずめちゃくちゃだよな。ミスなら3年ばかりの中に立って全然見劣りしないじゃないかな。いえ、だけどさ、相良の無茶に相良が付き合わされたよな。いえ、無理に押し付けられたわけではないし、試験監督くらいさ。あの先輩らしき人が相良で、あの人はミスなのか。おい、咲、逃げるなって。さっき、いつも何なんですか先輩は。いい加減にしてくださいよ。卒業も近いんだし、積もる話もあるだろう。勘弁してくださいよ。どうせまた余計なこと言い出すんでしょう。なんだよまたってのは。あの先相手にあれだけふざけられるってのも相良ならではだよな。確かに。しいね、相変わらずこの超美少年は。その言い方もいただけませんね。じゃあ、さっきのやつ上級生だからって容赦なしだな。まったく。どうした受験生。いや、どうしたどうした、そんなにビビるなって。おいおい、どうした受験生、大丈夫か。どうしたどうした、大丈夫か受験生。おい、どうした受験生。受験生。相良先輩、ミス、なんかいきなり泣き出されてな。どうしたもんだか。大丈夫かい。受験番号135番、新行寺君。なんだ、知り合いか。この子のことは俺が引き受けますから先輩。じゃあ頼むわ。あ、そうだ、これで何かあったかいものでも買ってやれ。せっかくの相良先輩のご好意だ、遠慮なく食べろ。はい、いただきます。
それ食べ終わったら急いでバス停まで走った方がいいぞ。遅くなると乗り継ぎの交通機関がなくなるかもしれないからな。あのミスってどんな字書くんですか？いきなり何？俺の忠告聞いてなかった？いや、聞いてました。食べたらバス停までダッシュします。で、どうしてそんなことを君に教えなければならないのかな？それは、知りたいからです。あの、俺、真行寺兼光と言います。漢字で書くと。君の名前なんて聞いてないだろう。お願いです。教えてください。お願いします。濃いね。食べ終わったら食器はカウンターに戻しておくように。待ってください。好きなんです。何？一目惚れでもしたの？けど君にそんな権利あると思う？したけど、いや、してません。見えちゃったけど、そんなつもりじゃなかったし、その部分は空欄にして出しました。だから、そんな自己申告誰が信用するのかな。なあ、どうしてミスさんは黙っててくれたんですか？別に黙ってたわけじゃない。これから報告に行くつもりだ。あの、言わないでください。どうかお願いします。俺、どうしてもこの学校に入学したいんです。じゃないと俺、冗談だよ。漢数字の3に泣かすの数、それでミス。下の名前は、君が晴れて指導に入学したら教えてやるよ。泣き虫小僧くん。ていく彼の背中を見つめながら、俺は誓った。彼に好きになってもらえるような男になろう。だからもう泣くのはやめようと。それから俺は晴れて指導に入学した。こんばんは。入室は静かに。すみません。新さん、こんばんは。はあ、こんばんは。大変そうっすね。あのな、大変そうじゃなくて大変なんだ。水会長に何の用だ？用。新行寺荷物。君の荷物をここに置く。はい。もらうぞ。ちょっと、俺の大事なビット。もう新田さん、ゴミはゴミ箱ですって。君もたまにはミスの役に立つじゃないか。
王子、悪いがこの音楽祭の見積もり急いで島田先生まで届けてくれないか。オッケー、届けたらまたすぐに戻るから。そしたら一緒に。やり残しの仕事でもあるのか。じゃあここの鍵は王子に預けておくよ。え、戸締まりはしておくから。じゃあまた明日。残りももらうぞ。あ、ちょっと新田さんひどいっすよ。俺だって腹減ってるんすから。じゃあお前にもやるよ。うるさいよお前。だってすげえ好きなんだ。勝手に言ってろ。俺は別にお前のことなんか好きじゃないからな。分かってます。王子が帰ってくる前にさっさと帰ろう。あ、ちょっと待って新田さん。俺と新田さんはずっとこんな関係だった。体はつながってるけどそれ以上でもそれ以下でもない。俺がベタボレなのを知ってて新田さんはいつでもこんな風にはぐらかしたけ。意地が悪くて俺の前じゃ笑わないし、キスだって俺からさせてくれない。いつまで経っても崖臭いな。俺だけが新田さんに恋していた。受験勉強と生徒会の両立って大変じゃなかったですか？さすがですね。その話何度も聞きましたよ。一体何回話せば気が済むんですか？わかりました、聞きますよ。あの笑顔、新田さん一体誰と？Aランチ。はい。Aランチです。新田さん、これ行きたがってたろ。おお、高林にはたまらない企画だよな。え、おいさ。はい。次の試合で来るか。はい。7月7日に決まった。エースの前が中心になって気を引き締めて頑張るよ。
はい、わかりました。頼むぞ。なにさ、やっぱり試合には高林が応援に来るんだよな。いいよな、うちのエースは。高林に応援してもらえるなんて頑張らないわけにいかないもんな。今日も高林と打ち合わせ？うん、まあ。1月7日か。ごめん、お待たせ。遅いよ、吉田は。なんだお前か。なんだって言い方ないじゃないですか。差し入れ持ってきたんですよ。これもしかしてスペイン語っすか。さすが新田さん。でも新田さんも大変っすよね。ただでさえ受験で忙しいのに生徒会の仕事が次々と。分かってるなら邪魔をするな。でもこれはもう、あ、ちょっと。全部じゃないですって。邪魔しないですからまだここにいてもいいですか。好きにすればいい。はい。試合の日決まったんだけどさ。試合？もちろん行くよ。いや、いいんだ。え？試合の日、7月7日なんだ。7月7日？うん。その日って、スバル天文台の最終日だろ。泉、前からすっごく楽しみにしてたし、俺なんかの試合より、そっちに行くべきだよ。それに国立天文台の職員の講演会もあるんだろ。泉の夢じゃん、天文台で働くの。第一線で働いてる人から生で話が聞けるなんてチャンスそうないし。俺の方は全然平気だからさ。だから堪能しておいてよね。うん、分かった。ごめんね、応援に行けなくて。ううん、平気。3年のミス君、電話が入っています。大丈夫です。ええ、おかげさまで滞りなく進んでます。本当にありがとうございます、相良先輩。相良先輩って。そうですか。こちらも生徒一同楽しみにしています。もしかして。
新田さん何話してたんだろう。あんな楽しそうに俺の前じゃ決して見せないような笑顔。いや、もう考えるのはよそう、こんなこと。どうした？中入らないのか？いえ。じゃあ先に入るぞ。お疲れミス。ギーからこれ預かってきたぜ。それからお前に来客も。あれ？おい新行寺、おかしいな。あいつさっきまでそこに突っ立ってたのに。で、さっきから預かった書類ってなんだ？七夕用の笹搬入書類。ギーネス一年坊主の対応で忙しいみたいなんで、代わりに。そうか。でもギーに限らずお前も大変そうだな。ただでさえ受験勉強があるってのに、生徒会やら音楽祭やら次々と。大丈夫なのか？だいぶ疲れてるみたいだぜ。ああ、お疲れ。お疲れ。よいしょ、お先に。お疲れ。お疲れ。フロアを一回間違えてるんじゃないのか。お前の相手はよっさーだろ。ここは居心地がいいね。なんだ、あいつと揉め事でもしたか？別に揉め事ってほどでもないんだけどね。なだ、何？あの騒ぎ、最近葉山と疎遠気味でつまらなくない？俺のことはどうでもいいだろう。高林、自分の相談に来たんじゃないのか？吉田か。高林ならなんか相談があるとかでギーの部屋行ったけど。え、ギーの部屋？うん、ギーの部屋。
がとうございます。おはよう。早いな。おはよう。こんなに早くからどうしたんだ、ユキさん。ミス君は生徒会？ああ、朝一でやらなければならないことがあってね。そっちは？なんかやたら早く目が覚めちゃって、特にすることもないから弓道の朝練でもしようかなって。真面目だな、相変わらず吉沢は。いや、真面目とかじゃなくて、他にすることもないからさ。なあ、ミスカは葉山くんと同室だろ。葉山くん最近ギーと会ってないみたいだけど、二人の関係ってどうなってるのかな。そんなこと聞いてどうする。だよね、ギーが誰を好きでも彼に恋する障害にはならないよな。自分の気休めにバカなこと聞いちゃったね。ごめん、ミス君。なあ、吉沢。そんなに咲と高林に引け目を感じる必要はないんじゃないか。俺から見たって高林は吉沢にベタ惚れだし、わざわざ自分から取り越し苦労することないって。もっと自信持っていいよ。ありがとう、ミス君。でも自信なんか持てないよ。ごめん、用事あるからお先に。おい、吉沢。何があったか知らないけど、吉沢がいるのにいつまでも咲なんかの尻を追いかけるなよ。別に追いかけてなんか。大体なんでミスがそんなこと。さっきまで一緒だったから。それで吉沢に相談でも持ちかけられた？されてはいないけど、あんまり気の毒でな。葉山にしても高林にしても、どうしてあんな奴に入れ込むかな。しょうがないって。だってギーってあんなにかっこいいし、おまけに居心地までいいんだもんな。ついつい一緒にいたくなっちゃうんだよね。そんなことを平気で口にするから吉沢が落ち込むんだろ。え？弓道部今度他校で試合があるんだろ。大事な試合の前に吉沢をいろいろ悩ませるなよ。分かってるよ。じゃあ。ミス、大丈夫？新さん、大丈夫ですか？なんでもない。しばらくすれば治る。全然食べてないじゃないですか。新さん、どっか調子悪いんじゃん。恋の中山先生呼んできますから。
部屋に戻ってサプリメント飲むから大丈夫だ。でもいいから。そうっすか。じゃあ俺行きますから。待て。お前昨日の夜生徒会室に来たらしいな。なんか用でもあったのか。大したことじゃないですか。大したことじゃないかどうかは俺が決める。聞いてやるから話してみろ。ずっと前の話ですけど、俺の洋服見立ててくれるって約束しましたよね。話ってそれか。今度の7日、七夕の日、一緒に行ってもらえたらなと思って。その日はダメだ。じゃないかなって思ってました。新田さん忙しいっすもんね。制約があるんじゃしょうがないっす。諦めます。じゃああんまり無理しないでくださいね。最近葉山と詰め気味でつまらなくない？高林、自分の相談に来たんじゃないのか。疎遠気味なのって葉山のリクエストだとしたら、それをすんなり聞き入れるなんて随分物分かりいいよね。わがままだな高林。え？吉沢の物分かりの良さが不満なんだろ。どうして分かったんだよ。推理したんだ。怒ってるとかそういうんじゃないんだけどさ、吉沢の提案が正しいっていうのは分かってるんだけど、それじゃ嫌だっていうのが僕の本音だったんだ。矛盾してるのは自分でも分かってるんだけどね。泉、
前からすっごく楽しみにしてたし、俺なんかの試合よりそっちに行くべきだよ。吉田は？話って高林のことか。吉沢が俺に話があるとしたら高林絡みかなとかね。恥を忍んでなんだけど、高林君、この間ギーのところへ行ったよね。何だったのかなってちょっと気になっちゃって。吉沢が物分かり良すぎるって相談された。もっと束縛されたいそうだ。それぞれの自由は大切にしようっていう吉沢の方針、ありがたい反面寂しいんだろ。他のやつなら大迷惑でも吉沢だけには束縛されたいんだとさ。でどうなんだ吉沢の本音は。ずっと付き合っていきたいんだ高林君とは。高校卒業しても社会人になってもこの先ずっと。だから下手なことで束縛したくないんだ。束縛が過ぎれば窒息しちゃうだろ。だから俺、あいつと長く続けたいならそういう本音こそ高林にぶつけるべきじゃないのか。泉、ちょっといいかな。ごめん、俺逃げたりして。うん、吉田はこの前の夜僕の部屋に会いに来てくれたんだろう。大西から聞いた。僕もあの夜吉沢の部屋に行ったんだ。でもいなかった。だってギーの部屋に行ってたんじゃ。その後吉沢に会いたくて部屋に行ったんだ。そうだったんだ。すれ違っちゃったんだね僕たち。だね。
ねえ泉、困った時誰に相談するのも誰を頼るのもそれは泉の自由だと思う。お互いに大切なものがあるし、それはこの先も大切にしていくべきだと思う。でも俺、どんなに頼りなくてもやっぱり議員に相談なんてしてほしくなかった。もっと俺を頼ってほしいんだ。今度の試合だって本当は見に来てほしい。ねえ吉沢、ん？議員に嫉妬した？したよ。すごく。今でもしてる。でも僕は吉沢が好きだよ。もちろん今度の応援だって行きたいって思ってる。でもごめん、応援には行かない。この前の夜ギーに相談したんだ。七夕の日どうするべきかって。ギーには応援に行ってあげた方がいいって言われた。でも僕は行かない。この意味わかるよね。泉、あの食堂の一件以来、俺は新田さんと言葉を交わしていなかった。時折見かける新田さんはひどく疲れた様子で、話しかけるきっかけもないまま音楽祭当日を迎えた。なんで私服の人が校内に。あの人確か。そんなにビビるなって。ん？おう、ミス相良先輩、久しぶり。今日はよろしくお願いします。こちらこそ。ではみんな揃ってますので早速打ち合わせに入りましょう。お、でも、なんで相良先輩がここに。ええ、おかげさまで滞りなく進んでます。本当にありがとうございます。相良先輩、
それにしてもよく学校の予算でこれだけの音楽祭ができたもんだな。そうだよね、わざわざスペインからアーティスト呼ぶなんてさ。ヴィンセント・カマラってその世界じゃ一流らしいし。できないさ、予算の枠内じゃ。ミスはというか生徒会はあらゆる人脈や知恵を絞ってアーティストの手配からその諸経費を計算し予算内に収めたんだ。なるほど、その人脈の一人が相良先輩だったってわけか。どういうこと？相良先輩は今回ヴィンセント・カマラの通訳ボランティアをしている。あの一流アーティストがわざわざうちの演奏会に来たのも先輩の口利きがあったからだろう。それに今回彼に同行しているスタッフが日本に滞在する間の宿泊先が先輩んちが経営している系列ホテルなんだ。ホテル？相良先輩の家ってそんなにお金持ちだったんだ。てっきり庶民派かと思ってたよ。そういうところも伝説なんだよ、相良先輩は。へえ。お、噂をすればだな。おかげさまで大成功です。力になれてよかったよ。本当にありがとうございました。力抜いてていいぞ、俺が支えててやるから。新教師くん、どうだね気分は。だいぶよく。そういえば相良君が無理しないようにって。本当は君が目を覚ますまでここにいるって言ったんだけどね、帰ってもらったんだ。いくら卒業生とはいえこんな遅くまで校内に残すわけにはいかないからね。点滴が終わるまでもう少し眠っていなさい。はい。新行司君、気持ちはわかるけどさ、本当にそれでいいの？息子のところに行かなくて。具合が悪いのに俺なんか顔出したらまた激怒されて新田さんの血圧反対に上がっちゃいますから。貧血だから帰っていいんすかね。それに新田さん別に俺が行ったところで喜ばないし。そんなことないって。いつも優しいですよね、葉山さんって。そういう話してるんじゃないだろ。比べるのとかそういうの違うんだろうなって思うんですけど。音楽鑑賞会の準備もあって新田さんここのところよく相良先輩と電話で話してて、すげえ忙しくなって本気で俺にそっけない時も相良先輩とは電話で楽しそうに喋ってて。相良先輩だとちゃんと安心できるんですよね、新田さんって。俺とじゃそうはいかないですもん。すげえ大変な時に俺新田さんの邪魔にしかならないですから、支えにもならなくて。
諦めちゃうってこと？水くんのこと。諦めるとかそういうんじゃないんです。まあもし七夕に願い事を書くなら、支えにはなれなくてもせめて邪魔にならずにそばにいさせてくださいってことかな。新行寺くんなんて。あ、俺七夕とかそういうロマンチックなこと苦手なんで。そもそもその七夕だって新田さん先約があるみたいだし、きっと相良先輩との約束なんだろうな。新行寺くん、代わりに七夕の日僕と一緒に出かけないか。え嘘でもいいから少しは喜べって。はい、ありがとうございます葉山さんって感じでいいっすかね。あのなそういうことじゃないだろ。一緒に出かけるってなんだ。あ、いや出かけるなって言ったっけ。あ、言ってない言ってない、うん、勘違いだよ。勘違い勘違い勘違い。相良先輩と水くんってさ、もしかして付き合ったりしてるのかな。さあさあってギーなら何か知ってるんじゃないの。俺は他人の恋路に口出ししない主義なんだよ。けどギー、水が誰を好きでもそれこそ水の自由じゃないか。新行寺に肩入れしたくなる匠の気持ちは分からないでもないけどな。下手に介入しない方がいいんだよこういうことは。でも知らないぞ。余計なことして俺がもっとミスに嫌われたら全部匠のせいだからな。そうなったら責任取れよ。新行寺、この前お前が言ってた約束のことな。来週なら都合つけられるから。いや、いいっすよ無理しなくて。新田さん、俺のことであんまり気使わないでください。じゃあ。そして七夕の日になった。キー先輩との約束って1時でしたよね。うん、ここで間違いないと思うんだけど。よう、迷わず来れたようだな。お二人さん、ランチの予約入れてある。入ろう。
新田さん。こんにちは、相良先輩に。ミス先、どういうことだよ。せっかくお前にうちの学生が使わない店を教えてもらったってのに、どうして当のお前が来るんだよ。他の店どこも空いてなかったんで、やむを得ず。すみません、お邪魔して。お前な、何がすみませんだ。しっかり席を予約しといて、それはないだろう。俺たちのことは気にせず、どうぞお続けください。赤池君、これってもしかしてギーが仕掛けたこと？どうだかな。さあ、たくみ、新行寺、俺たちも座ろうか。あの、葉山さん、咲先輩、俺ここで失礼してもいいですか？え、どうして？どうした？まだ具合悪いのか？いえ。あ、思い出した。もしかして君、受験番号135番の新行寺君？はい。やっぱりさっきどこかで見たことある顔だなと思ったんだよ。あの時はごちそうさまでした。いいんだいいんだ。あの後ちゃんと水に慰めてもらったか？いいじゃないですか先輩、そんな昔のこと。またまた照れんなって。子供扱いするそのくせ、どうにかしてください。それじゃ失礼します。ちょっと、新行寺君。何と言ってるのか聞こえないのか、新行寺。所有物だろ。どうして言うことを聞かない？待てと言ったら待ってよ、ここにいろと言ったらここにいろ。すいません先生、ちょっとこいつの服だけ選んできていいですか？ああ。大丈夫なんですか？相良先輩のとこ戻った方が。言ったろ、お前は俺の言う通りにしてればいいって。これ着てみろ。え、あ、ちょっと新田さん。新田さん、早く着替えろ。まったく、さっきの情報も当てにならないな。ミスに恋人がいないって言ったのは誰だっけ？俺ってより自己申告してるんですよ、当のミスが。なら、あの新行寺君っていうのは何なんだ？さあ、俺たちもよくわかりませんな。あ、ええ、はい。じゃあ俺はそろそろ行くよ、飛行機の時間もあるし。え、でも先輩、確か帰るのって明日じゃん。匠、
あいつによろしく言っておいてくれ。じゃあ。そっか、やっぱり相良先輩水くんのこと好きだったんだね。ああ、いつから気が変わったのか。先輩在校当時は議員に続行だったのにな。じゃないか。お前は俺を捨てる気だったのか。え？俺を誘っておきながら葉山や咲なんかと約束するとはな。どういうつもりだ新行寺。いや、それは。そもそもな、主人の具合が悪い時にそばにいない犬なんて飼い犬失格だぞ。一度も見舞いに来ないなんてどういうつもりだったんだ。それはごめんなさいっす。俺を捨てようだなんてそんな権利お前にないんだよ。分かってるのか。新田さん、このシャツ肌触りがいいな。新行寺、これにしろ。これ着て夏休み俺とデートしろ。相良先輩が音楽祭終わってもすぐにスペインに戻らなかったのって今日が七夕の日だったからじゃないかな。ええ、相良先輩きっとミス君と一緒にいたかったんだよ。織姫と彦星のように。でもかわいそうなことに片思いに終わったけどな。僕はすごく幸せなのかも。こうして七夕の日にギーと一緒にいられる。やっと分かったか、そのありがたみを。ねえギー、ギーは七夕の願い事を何にした？してないよ。ね、七夕って年に一度織姫と彦星が会える日だろ。でも俺はそんなの嫌だ。毎日いつだって匠といたい。ギー、俺の願い事は常にこの胸にある。僕だって
麗に見えるね。だな。僕たちみたいにこうやって一緒に空を見上げてる人他にいるのかな。ああきっといるさ。みんなそれぞれいろんなシチュエーションでいろんな思いで見ているのかもしれない。何タラタラ歩いてるんだよ。さっさと歩けないのか。俺好きなんだ新田さんの背中は。俺指導に合格した時すぐに新田さんを探した。あっちこっち走り回ってそしたらこの背中が見えた。で約束した通り下の名前を教えてくれて新田さんはなぜか俺を受け入れてくれた。それからいつも俺はこうして新田さんの数歩後ろを歩いてこうして背中を見て。でもやっぱり俺このままずっと新田さんの横に並ぶことできないのかな。邪魔しないですからまだここにいてもいいですか。好きにすればいい。はい。新行事一度しか言わないからちゃんと聞いてくれ。あんまり早間に懐くなよ。焼けるから。分かったか。好きです。新田さん。うるさいな。調子に乗るな新行寺。飼い犬は飼い犬らしくおとなしく主人の後ろをついてくればいいんだよ。さん。ねえギー、やっぱりミス君はこれからも新行寺君のこと恋人とは認めないのかな。まあな。なんてったって天下無敵の屈折率だからな。
でも七夕の夜くらい認めてくれるかもしれないね。1年に一度か。うん、1年一度。Thank you.